ヨアヒム・アルブレヒト・レオ・エッケリンクは、ドイツの政治家。また、国家社会主義ドイツ労働者等のハルメル・ゼブルク、オークダク指導者。最終階級は、新英体大将。1884年11月30日に、ブラウン・シュバイク公国のブランケンベルクにて、農民の息子の息子として出賞。1898年に、士官候補生学校に入校し、 1904年3月からプロイセン王国軍の注意となった。第一次世界大戦中には大尉に昇進している。1919 19年10月に軍からへの退役後にハレの農業大学で学び、1920年からは農家及び不動産検査官として採用された。1922年11月にはアンハルト州のフローセにおける農村管理を行った。 1923年から1926年まで、鉄株途団に所属した。1923年9月に、国家社会主義ドイツ労働者党に入党。1925年7月20日に再入党し、1930年には、アンハルトザク選権、北大管区における、農業政策顧問となる。1933年5月13日、アンハルト衆議院となる。 6月には、ザクセン州とアンハルト州の地方農業指導者に任命され、同時にマクデブルクアンハルト大管区の農政部長となる。1933年にマクデブルクアンハルト大管区の大管区指導者代理に任命されている。また、ドイツ全国農業審議会の一員となる。11月12日の国会選挙に選挙区10区から、ナチ党候補として出馬して当選している。 1935年10月23日に、マクデブルクアンハルト大管区指導者である、ビルヘルムフリードリヒレーパーが死亡すると、エッケリンクは1937年4月20日まで、マクデブルクアンハルト大管区指導者の職務代行を、務めた。1936年6月23日に、新英隊に入隊し、新英隊少将の階級を与えられている。 1937年4月20日に、マクデブルク・アンハルト大管区指導者は、ルドルフ・ヨルダンが任命され、エッケリンクは、ヨルダンの公認として、ハレメルゼブルクオークダク指導者に任命された。同時に、プロイセン衆議院になり、新英大中将にも昇進している。1939年9月22日より、大法軍管区の国防管理官に任命され、 大法軍管区の国防委員会及び国家防衛協議会の一員となる。1940年11月15日に大管区住宅委員。1942年4月6日には大管区労働配置管理官に任命される。また1941年4月に全国食料及び農業協議委員会の委員となる。1942年11月16日に ハレメルゼブルクオークダク管轄の国防管理官と任命された。1943年6月21日に新衛隊大将に昇進。1944年8月18日にはハレメルゼブルク県知事に任命され、9月25日にハレメルゼブルクオークダクの国民突撃隊指導者となる。11月30日に アドルフ・ヒトラーからの60歳の誕生祝いとして10万、ライヒスマルクの貸し金を受け取っている。1945年4月15日に、晴れのモーリッツブルクで自殺した。出店出店。ありがとうございます。